できればたくさんの人の意見が聞きたくて。じゃあみんなで琥珀ちゃんの振り付けをチェックしよっか。はい、いつでも始めちゃってください。ありがとうございます。では踊ってみますね。ワン、ツー、スリー、フォー。ここで手を滑るように上げて。今のはどうでしたか？すっごく綺麗。妖精さんみたいで、でもビシッとしてて。やわわー、やっぱり琥珀ちゃんは上手だね。この部分の振り付けは香織さんの動きを意識しました。一番優雅で綺麗だと思ったので。そんな風に言われるとちょっと照れちゃうわね。これを私なりの表現にしようと思うんです。そっちのパターンも見てもらえますか？いいよ、どんどんやっていこう。私の魔眼で全てを見通すわ。ではワン、ツー、スリー、フォー。ここで手を大きく上げて。あれ、さっきよりは動きが大きいですね。動きが大きくなった分、さっきとは違った魅力が出てきたと思います。今のは香織さんの優雅さに翼さんの大胆さを取り入れてみたんです。え、私の動きだったの？全然気がつかなかった。へー、悪くないじゃない。一つ目の動きよりも自然な感じがするわ。それって琥珀ちゃんと香織さんだと身長が違うからじゃないかな。ほら、手を上げたりする動きってリーチの差でズレが出てきそうじゃ。身長が近い翼の動きを取り入れた方が琥珀の魅力が引き出せるということですね。リーチの差、そこまで考えたことがなかったです。これからは自分の体格や運動能力も考えて組み合わせていくことにします。すごいわね。この短期間でどんどん琥珀ちゃんらしさが出てきているわ。私らしさですか？そうだったらすごく嬉しいです。すごいわ。これからもっともっと魅力的になっていくんでしょうね。まだまだ改善の余地はあるみたいだけど、お化けするのも時間の問題かもしれないわね。じゃあ琥珀が今踊ったところを全員で通して踊ってみるさ。そうですね、全体のバランスを見て改善点がないか探してみましょう。よろしくお願いいたします。はい、じゃあスタートです。よし、完璧。プロデューサーどうだった？皆さんが協力してくれたからです。素晴らしい意見ばかりで勉強になりました。私たちも琥珀さんを通して自分を見つめ直すきっかけになりました。結果的に僕たち全員の動きが良くなっちゃったってわけですね。